こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は独自ショップの集客方法、無料でできる集客方法としてですね、Facebook ページを作るんですけど、この Facebook ページ、当然日本語で表示してもね、対象は英語の、英語しかわからない方を対象にね、ショップやりますんで、日本語表示だと見にくいです。それでこれを英語表示に変える方法をお知らせします。英語表示に変えておいてください。まず、投稿者を切り替えて、Facebook ページの投稿者を選びます。次に、この設定ボタンを押してですね、設定ボタンを押すと、こういう画面になって、ここ、日本語ってとこですね、をクリックすると、いろんな言葉が選べるようになってます。そこで、English US、ここを選んでください。で、こう選んでね、こう選択すると、Facebook ページ、英語に表示が変わります。このが全然見やすいんで、この作業をしておいてください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。